おはようございます。大谷選手やってくれましたということで、私も移動中だったんですけども、急に、急遽車を止めてですね、まあ撮影しております。看板やちいちゃんいつもいるんですけども、今日はいません。ということで、まあとにかく素晴らしい成績、10打点かな、今日挙げて3本のホームランということでですね、まあ打点王もそうなんですけども、まあ皆さんが気にをしてた、僕も気にをしてた、50本塁打50盗塁を一気に飛び越えてですね、51ということで51、まあもう一気に超えてったということで、もうびっくりしてます。でこれは何としても取らなきゃいけないということで、今取っておりますけども、なんかこう聞いただけで、まあ自分もこう非常に興奮状態にあってですね、まあずっと追っかけてきましたので、まあ非常に嬉しいというか、もうとてつもないことをやってくれる男だなという。それと、まあ49、今日打った時にですね、もう明日かなっていうふうに思ってたんですね。そしたらもうプレッシャーどころか、もう関係なく一気に超えてったという。で、おまけに51という。で盗塁もですね、もう早々に51を決めてて、まああとはホームランだけだなっていうふうに思ってたんですけども、これまた簡単にいったという。何がすごいかというと、そこに一つのプレッシャーがあるんじゃないかというふうに考えてたんですけども、全くそういうこともなく簡単にいったということが、もう本当に素晴らしいという、もう一言ですね。もう彼にはなんかこうプレッシャーを楽しむぐらいの余裕があるというか、大きさがあるというか、まあそんな感じがしますね。それで50といえば、私も最近50万人を皆さんのおかげで、まあ、達成できました。で大谷選手と同じ時期に、達成できるといいなっていうふうに思ってたんですけども、50どころか51、51、51をか簡単に50を抜いていったということで、あれみたいな、私ももっと頑張らなければというふうに、なんかこう背中を押していただけたような、なんかこう勝手にそう思ってます。まあその偉業ということをこう考えるとですね、まあ敵地の球場でも MVP コールが起こるぐらいの騒ぎになってるというふうに聞きました。それはですね、過去に MVP を取った人の中で DH を専門でずっとやった人が取ったことがないんですよね。まあそれに対してのその MVP コールが沸き起こったということなんですけども、まあそうですね、まあなぜ DH が MVP になれなかったかというと、やっぱ守備の貢献度が足りないという、何もしてないということで、過去に DH で、取った人がいない。まあしかし大谷の場合はですね、これ偉業中の偉業というか、まあ今まで誰も成し遂げてないことをやったということを考えるとですね、これはやっぱ MVP コールが起こっても当然だし、MVP になってもこれは誰も文句がないんじゃないかなっていうような、まあそんな感じがします。やっぱ大谷の人気っていうのは、まあもう日本もそうなんですけども、海を越えたもうアメリカの中でも絶大なるものがね、まあ多分あると思うんですよね。まあそういう MVP コールが起こるとか、まあ人種を超えてみたいな、まあそういうところもこう感じ取れるし、非常に同じ日本人として嬉しく誇りに思える、なんかそんなコールであったかなというふうに思います。それとこういろんな人の話をまあ聞いたりとかしてるとですね、なんか大谷の成績がまあここのとこ毎日気になると、それはもう当然私もその一人なんですけども、ある人はですね、なんか大谷選手がその日朝ホームランを打った、その報告を聞くと、なんか今日はいいことがありそうだというふうに、なんかもう大谷選手がの成績が生活の一部になってる人ってたくさんいると思うんですね。まあ、それを考えただけでも、やっぱ大谷選手のその、なんていうのかな、存在感っていうのは、
もう素晴らしいなっていうふうに思います。今まで4040、まあ、6人しかいなかった、この6人っていうだけでも、まあ、アメリカの野球の歴史を見ると素晴らしいことだったんですけども、これがもうワンランク上の50、それも51で、今日達成したということはもうすごいなと思って、で今日はですね、昨年肘を手術した、1周年というかね、まあそういう日なんですけども、そういう日に、まあ、3打席連続ホームラン、51-51達成、なんていうのかな、もう素晴らしい男だなっていう風にね、まあそんな感じもします。まあ感じというか、そんな人ですね。もう漫画の世界を、まあ、生きてるような、まあ、そんな感じがして、非常に、まあ、野球選手としたら非常に羨ましいところはありますけども、やっぱそれだけ裏でも鍛錬してこの記録を支えるだけの、自信、誇り、そういったものが裏付けとして努力という言葉で、まあ、裏に隠れてるんだろうなっていうふうに考えるとですね、まあ、どんな努力をし、どんな鍛錬をし、どんな考えでこの偉業に立ち向かったのかなっていうのはすごく興味がありますし、今後、まあ、そういう取材があって、出てくるんじゃないかなっていうふうには思いますけども、なんかそういうことも非常に楽しみにしたいなというふうには、思います。まあ私の50万人っていうのは、まあ、皆さんのおかげで本当に、慣れた50万人なんですけども、大谷選手っていうのは誰の力も借りずにですね、まあいろんな人の手助けはあったかも分かりません。まあしかしほぼ自分の力でそういう偉大な記録を達成した、私も微力ながらですね、まあ、こういう報道とかそういうことで盛り上げていきたいというふうにも考えてますし、素晴らしいなっていうような、もう本当にね、こう興奮状態で、まあ、何を喋ってるのかちょっとわからないような状態にはなってますけども、まあ、とにかく、まあ、皆さんの生活の一部になったりだとか、まあ、アメリカに渡ってね、全く不安がなかったんだろうな、まあ、それだけ自信を持って行ったんだろうなって気がしますし、まあ、アメリカドジャースという、まあ、本当に伝統あるチームに入ってですね、今年からどんな活躍をしてくれるのかなっていうふうに思ってましたけども、そういうプレッシャーも跳ねのけ、こんな偉大な記録を達成できるというふうには思いませんでした、はっきり言って。まあ、だけどなんかですね、まあ、大谷選手を見てるとですね、まあ、本当に野球を楽しむとか、まあ、そういうこともありますし、なんかこう立ち向かうことに対してプレッシャーじゃなくてこう楽しみとかですね、まあ、そういうものが非常に感じ取れる大谷選手のプレースタイルっていうのは非常にいいなっていうふうに、まあ、感じます。ホームラン王は、まあ、当然ながらもう打点もですね、トップに立ったのかな、まあ トップだったんですけども、まあ、120打点ということに、今日10打点を挙げることによって、達成できました。あと残り9試合、まあ、記録はまだまだ伸びそうです。ひょっとしたら60-60、これを達成したらまたすごいなという、まあファンの目は多分60-60までいっちゃうんじゃないのっていうような感じで、期待もしてます。なんか大谷選手だったらなんか9試合だけども60-60を達成してしまうんじゃないかなっていうぐらい、期待度は高まってます。まあ本当に、51-51 51-51、もう本当におめでとうございます。まあ60-60に向かって、それなのか、まあ一つでもですね、記録を伸ばして、まあ頑張ってください。本当におめでとうございました。夢をありがとうございました。